おー、はい、ダメなんです。みんな元気ですか？ How are you doing? I'm fine? 僕は元気です。でも、It's very cold now in 広島。It's raining now. 今日は一日中降っとった雨が寒いわ。この部屋、何度？はい。7度です。寒っ。43F っていうかな。いや、寒いんです。これを見せたかったね。今日は、このハートバルーンで、お魚を作る方法を聞かれたんです、僕が、友達から。I had a question, request, how to make fish balloon from heart balloon を聞かれました。だから、これどうやって作るのって聞かれたけ、作ります。これだけの動画を作ります。で、これ、今日サイズを変えて、じゃーん。やりますよ。以前ね、何年か前にこれで作ったことがあったの。11インチ。ん？これ11だったっけ？ 11 インチ。11 inches。ハート。いくよ。で、これ空気をちょっとしか入れたくないときには、僕はこれすごく便利で、これをよく使っています。ちょっとだけ入れたいときはこれを使う。だから、When you inflate the little air, this pump, balloon pump is very good, nice. いいよ。なんかね、空気をね、少しだけ入れるときはね、これがね、すごい便利ですね。で、どのぐらい膨らませるかっていうと、これも膨らませすぎなんです。ハートの場合は、お魚作るときは。これ空気抜く。で、このね、ちょっとね、形が、このぐらい。このぐらいでももう作れます、魚。なんか猫ちゃんみたいでしょ？で、これでもいいんだけど、もう一回ちょっと抜いてやってみるね。どんぐらいか言うたら、こんぐらいかな。大きくしたかったらこのぐらい。ちょっと膨らむぐらいで、これを先を結びます。Please tie the top of balloon neck。ここを結ぶ。はい、結びました。で、これを空気をプッシュして、上に、これ結構なんか弱いんよね。何個あったかな、この前。ごまちゃん作るときに4つぐらい割れた。ここは隙間から。優しくやってくださいね。僕のお店でも売ってるんで。はい。お、できた。うぇん。お魚です。これ顔描いてもいいよ。Please make a face of fish. 口とか、マウスとか。これでやってみます。これちょっとこっちでやってみようかな。同じように膨らませていくんだけど、この形が立ってきて、猫みたいになって、猫じゃんね、これね。これで猫作れるよ。猫作ろうかな。はい。このぐらいでやってみましょうかね。結びます。先を結びます。 Please tie of top of balloon neck。 結びました。これで空気を送ります。お、かわいいね。ほら、お、ちょっとシェイプがいいじゃないですか。じゃあちょっと調子に乗って、お魚、赤でもやってみようかな。これ、もうかなり前に作ったんだよね。何年？ 4、5年前かな。登録者の方の、おすすめの動画に貼っているので、それ顔を描いたバージョンだから、よかったら見てください。これちょっとさっきこのぐらいだったよね。どうかな？もうちょっとでかくしてみる？どうなるか。実験です。はい、はい、はい、はい。
ちょっとこの玉が消えるぐらいの大きさに膨らませたらどうなるかやってみましょう。実験実験。先を結んで空気を、あ、結構張りがあるね。いけるかな。ちょっとこれは、お、魚っぽくない。どうだ、頼む魚になって。あ、ちょっとこっち絞って、あ、ちょっと入れすぎたね今のはね。魚になると思うよ。でもこれちょっとこういう風に空気を自由に送って癖をつけてこれなんかちょっと違う魚になったね、ほらいいね、これはこれでまあありかな。子供だと楽しめることができると思うよ。だから保育士さんとか、児童館とか放課後デイさんとか今大変だと思うけど、オミクロンで。だけど、ハートの風船があれば、こういうハートの風船、ちょっとこれリベンジしたいね。ちょっと待ってね、ごめんね、色変えようか。これも販売します。なんか買ったのよ、新しい11インチのハート50個入りぐらいで販売しますので、楽しみにしていてください。今月中にできるかな。ちょっと猫ちゃんの耳が残るぐらいの方がいいです。うん、これで先を結んで空気を送る。これも入れすぎたかな。あ、ちょっとごめん。あ、これ中間型ぐらいだね。あ、ほら、段階を経て、ちょっと、いいね。ごめんな、ね、ちょっと。あ、お、鯉のぼりじゃん、これ。鯉のぼり。あら、鯉のぼりじゃん。これ、ちょっと、ほら、顔描いて、もうどこと。で、ちょっとこういうのを楽しみましょう。簡単ですから。で、これなんかマスキングテープで壁に貼ってもいいし、マスキングテープ売っとるでしょ、100均とかに。こういうの。で、これをピチャンと貼って、壁にくっきりと。お、いいじゃん。おるやん。お、こいのぼり。あ、落ちた。いいね。楽しんでください。看護師さんとか、いいかもよ。看護師さんじゃないわ。違うわ。看護師さんなんか、保育士さんとか、おすすめです。簡単に作れて、お絵描きができますから、ダイソーさんで油性のペン、マッキーさんでもいいし、油性のペンでないと弾くんで、水性ペンは、弾きますからね。これでやりましょう。はい、今日は、お魚を作ってみました。いろんなアイデアで、また子供たちと楽しんでください。大変でしょうけど、今オミクロンで広島もえらいことになってるんで、皆さん一緒に、まあ、気をつけながら感染対策をしながらやっていきましょう。それではお魚とバイバイしたいと思います。また会いましょう。 See you again. バイバイ。